でもなんかこう、今回こういうふうに話してもらって、自分が鹿島入った時のことどうだったかなって思った時に、僕、皆さん多分全然覚えてないと思うんですけど、先輩方は、いわゆる昔トップとサテライトに分かれてたじゃないですか。分かれてたね。完全に分かれてて、僕はもう当然サテライトから入ってて、さらに、メディカルチェックで、いきなり両爪疲労骨折っていう診断を受けたんですよ。だから、練習初日から思いっきりリハビリで、2ヶ月ぐらい何もやってなかったんで、先輩方には誰だこいつって感じで多分思われてたと思うんで、だと思います。実際そういう入りだったんで。確かにね、いや、入ってきたら当然知ってんだよ。知って、はい。遠いね、なんか賢そうなやつが入ってきてんなっていう印象は覚えてるんでしょう。はやっぱ遠いイコールなんか賢いんだろうなとかっていう、わかりやすく言えば。当時、遠いがやっぱこう強くなってた時期だったから、い。はい、そうですね。うん。リーさんだっけ？李さん、はい。ね、そうだよね。なんか、賢い、だから頭を使ってサッカーをしてますみたいな感じのイメージ。やっぱ、まだそういうふうに覚えてもらってるのが、ちょっと奇跡的だないや、と思って。全然、だから絡んだこともほとんどないし、喋ったことっていうのはね、一言二言、挨拶とか、なんかはい。寮の食堂で一言二言喋った記憶があるぐらいで、ほとんどだってね、練習で喋ってるって記憶ないからと。そうなんですよ。で、その寮の食堂の記憶っていうので、僕の一番古いもので言うと、お盆で両手塞がってて、で、たまたま透明のショーケースというか、ショーケース、冷蔵庫みたいなの覚えてらっしゃる。それ覚えてをるよ。ちょっと最後足でちょっとちょんってやったんですよね。そしたら覚えてる時わ。に本田さんがもうそこは、だから今思えばやっぱそこちゃんと言える先輩って少なくなってる時代なのかなと思うんで、そこをズバッと怒られたんですよ。おい、足で締めんなっていうふうに一言言われて、それですいませんっていうところからの、もう最初の印象は、怖い人だなって思ったのもあるし、でも実際なんかそれで背筋伸びた感じもして、で、その後、真中さんと結構リハビリで一緒だったんで、ほんで、本田さんのいろんな話も聞いて、なんかこう、真中さんとのその関係性もすごい分かっていくうちに、ああ、すげえ熱い人なんだな、プレー見りゃ分かるじゃないですか。ファイターで。だけど、しっかり気配りができてっていうところはすごい感じましたね。で、その中でほとんど会う機会がなかった中で、お風呂場とかで、足しめ事件があったもんで、僕の中でね、結構緊張してたんだけど、挨拶したら結構どころか優しい感じで返してくれるんで、ああ、いい人だなと思いながら。で、僕のデビュー戦がやってくるんですよ。多分覚えてらっしゃらないと思うんだけど、三沢競技場でマリノスとのデビュー戦、みんな怪我人と累積で僕にたまたまチャンスが回ってきて、で、いきなりスタメンですよ。ってなった時にもう緊張して周り本当に見えなくなっちゃって、これやばいぞと、もう心臓の音がもうものすごく大きくなって、本当真っ白になるってこういうことかっていうぐらい周り見えなくなって、もうパニックになってんのを多分見かねたんでしょうね、本田さんが肩ポンと叩いてくれて、もういつも通りやりゃいいんだと。っていう一言、いつも通りやりゃいいんだよっていう感じでポンと叩いてくれて、それでスワーッとなんかこう、視界がクリアになったんですよ、実際。結果としては自分のいつも通りが足らなかったっていうところもあって、ラモン・ディアスにチンチンにされたんですけど、ピアスいたな。切り返しされた瞬間に転んで、
で、転んでる間にシュート決められてっていう地獄のデビュー戦だったんですけど、うん、あのいつも通りって言葉って大きいなっていうか、結局いつも通りしか出ないなだし、鹿島の強みっていつも通りのレベルが高いじゃないですか。どんな練習でもちゃんと本当 100% やるしファイトするしっていうところがあるから、なんかそのいつも通りが僕の中ではすごい、なんかこうサッカーやっていく上ですごい大きなワードになったんですよね。で勝手にいろんなとこで講演で使わせてもらってます。なるほど。いや、まあ俺もそんな、俺も若かった、94年だから、もう24とか5とかだったんだろうな。ただ本田技研から入ってきて、はい、ちょっとこう俺とか黒さんとかが一応こう本田技研中心にこうやってきて、まあこうちょっと引っ張っていかなきゃなみたいな流れになってる中での、うん、そのようやくこう下から入ってくるっていうところで、やっぱこう教育係じゃないんだけど、なんか下にはちょっとこう厳しかったなっていうのは今も覚えてるな、ね、うん、まあでもね、やっぱ有言実行だったから、やっぱり僕らは何にもなんだろうな、変な風になんだよっていうのなかったし、有言実行だったんですよ、もう本当に。言う分やるし、それはもうこっち手抜けないし。だからなんかそこの辺は本当いいお手本だったなというのが素直な印象ですね。僕1年半しかいなかったですけど、やっぱ鹿島の1年半の影響はでかかったですね、いろんな意味で。本田さんはじめ先輩方、まあ僕の一個上ですけど、鬼木君とか水木さんとか、まあ、あと寮じゃなかったけど岡本さんとかも、なんかすごい良くしてくれて、まあ、セラフ様が両線も本当全員の部屋に入り浸ってましたからね。すごかったな。まあ、だからジーコからファミリーっていう言葉で教えられるんだよね、うん、やっぱこうサッカーチームっていうのはこう団体スポーツだから、はい、やっぱ一人がどれだけいいプレーしても勝てないんだっていうことをこう植え付けられてたから、うん、だからやっぱこう当然ライバルになるんだけど、その選手に対してもちゃんとこう教育じゃないけど、はい、まあちょっと偉そうに言ったなんだけど、うん、後輩高卒ルーキーはやっぱり教育しながら、チームっていうのはこうなんだぞっていうのをこう多分伝えたかったんじゃないかなって思うし、うん、俺なりにね、そうやってジーコに教わってたから、あのジーコはさ、もう自分がまあ個人的なレベルも当然なんですけど、チームとして何ができるかっていうのをまあ考えられる選手だねって言われてたから、その時点。いや、そう言われりゃ、だからそのいつも通りっていうとこで言うと、ジーコさんに初めて会ったのが、うん、僕リハビリ明けぐらいだったんですよ、うんうん、ほんで、あ、ジーコさん何教えてくれんだと思ったら、うん、インサイドキックやるぞってなって今更インサイドキックって思ったのが事実なんだ、うんうん、だったんだけど、うんうん、ジーコさんのインサイド見た瞬間にこれかと思いましたよね。そのなんか一本の質が違う、うんうん、なんかそう、僕らはその桐蔭学園で教わってきたものっていうのがやっぱり、うんうん、ある意味育成のところって軽く一歩間違えれば洗脳的なところあると思ってるから、うん、アウトサイドっていうかインステップっていうのが僕らの武器の一つだったんで、うんうん、だけどだからジーコさんの2対1作った時に確実に剥がせるインサイドキックのパスの質見たら、うんうんうん、もうあれだけでご飯何杯も食えるような感じはすごいなと思いましたね。そうね、だからもう意外とね、そう思われがちというか、うん、なんかそういう基礎的なことはね、多分事故は教えないんじゃないかなんて、うん、そうじゃないんだよね。もう基本的にも基礎ばっかりというか、ね、基本的なことをこう伝えたいっていうところで、うん、俺も本田健から入ってた時はもうパスコンばっかり言って、なんかジーコのドリブルだとかジーコのパスとかジーコのフリーキックとかもっと見たいのになと思いながら92年から一緒にやってたんだけど、おパスばっかり言って、はい、だったり、うん、もう基礎だよね。突き詰めるとやっぱりとんでもないところまで行くんだなっていうのは、やっぱああいう人見たら思ったな、うん、なんかすごい思いました。そうだね、ジーコもサイドパスそうだし、うん、まあ後にジョルジーノとか
そうだね、ジョルジーニョ。インサイドキック、はい、どうぞ、リュウゾーも得意だったけど、インステップとかのこう、うん、まあ、ゴルフでいうさ、ドローとさ、フェードも使い分けるようなキック質、はい、やばいっすよね。すごいよね、なんかね。ジョルジーニョの記憶であるのは僕あれですよ。1時間ぐらい前に来てるなと思ったら、うんうん、必ずあのクランチっていうんですか、腹筋、体幹締めるとこから始めてて、うん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 、おーなんだこのレベルでも、おいセレソンが腹筋やってるよとか、そんなレベルそう思ってたら、そう思ってたらレオナルドはよく考えたら来て、まああの時は僕が主に日本の食に合わなかったと思うんですけど、寮の食堂に大量のマクドナルドを買い込んできて食べてたのが印象的だったんです、ね、いわゆるお坊ちゃま、そうなんですね。あ、そうなんですね。もともと英才教育受けて何不自由なく、はい、っていうちょっとまれなブラジル人だよね。あ、だからなってたらあれだけど、AC ミランとかのああいう役職はそんな感じなんですかね。まあ、そうそう、だから4カ国語か5カ国語喋れてるから。はあ、うん。だから全然ちょっとね、異色的な感じよね。うん、うん、うん。だからハングリー精神的には比べちゃうと、ない方なんだよね。まあ、なくはないだろうけど、もちろんね。あそこまで行った選手だから、当然。でも、比べたら、他の選手と比べたら、こうもうちょっとこう頑張ろうっていう時になんかそんなに頑張らないみたいな、うん、突き抜けた才能あったんでしょうね、やっぱね。でもなんか、うん、ハングリーって言えばインパクトあったのはやっぱアルシンドさんですかね。ああ、まあ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 彼はね、ちょっと、まあ、僕それまでやっぱり高校生だったとこからいきなり外国人がいるっていうのはプロの、うんうん、一つの特性だと思うんですけど、うんうん、その前の年に鹿島が圧倒的な強さでファーストステージというか、あの開幕戦名古屋に勝ってっていうのも見てたし、うんうんうん、リーコさんもアルシンドも、まあ、サンちゃんもでブラジル人と日本人のあの一体感と、まあ、すっげえな鹿島強えなってとこから憧れがあって、アルシンドに対しては勝手な印象、ウボはまあちょっとエキセントリックな感じだったけど、うん、フォワードとしてのなんかこういういつも目がキュッとなってるイメージとかあるのかなと思ったら、うん、まあファンキーでしたね、アルシンドさんはね、うん、そうね、だからこれ、うん、編集カットゾーンになると思いますけど、うんうん、全然いいよ。あんなにしょっちゅう脱いでたんですか、アルシンド。あ、もうあの基本的にね、まあ、これもあのピーとかなんですけど、アホ好きんだよね。あの基本的にジークを連れてくるのは、もう後々もずっと、はい、日本人の手本に、お手本になる選手。うん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 、まあ、それがまあレオナルドだったり、ジョージンだったり、まあ、ビスマルクも、まあ、あのサッカーに対してのこう情熱だったり、真面目さを、ね、うんうん、当然こう持ってる。そういうこう練習とかも含めて、真面目、うん、お手本っていうのを基本的にチョイスするんだけど、はい、あの1年目の時はアルシンドに関してはあのスピードと得点能力が高い選手をもう当てはめて、はい、1年目から優勝するっていう目標を抱えてたから、もうサントスみたいなもうすごくローを締まないっていう動きと、はい、献身的なプレートとかっていう総合的な あのレベルの高い選手と、うん、とにかくスピードがあって点が取れるっていうのを2人連れてきた。そんなこともしてるんだから、アホはもうね、当然これピー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 入るかもしれないけど、だからあの移動、1年目の移動の時なんて、もう俺らね、もう本当にイライラしてたんだよ。バス移動で、要は大体15分から30分ぐらいだったんです。みんなさ、音楽聴きながらとかゲームしながらとか、それぞれ各地で、はい、ね、あの30分も経ったら、なんか寝始めるじゃん、みんな。うん、うん、そうですね、はい。もう俺は寝なかったけど、寝る、ほとんど寝るんだ。あ、寝るんだけど、もうアルシンドがね、ま、前の方ジーコとサントスとブラジル人との通訳の人前で、はい、アルシンドがずっと喋ってんだよ。それで思ったことを口にするからずっと喋ってて、はい、まあ、ジーコともサントスもずっと対応してんだよね、その最初のうちは15分30分は。でも30分過ぎてもずーっと喋ってるから大きな声で、もうジーコは日本の文化とかが大好きだから、はい、まあ、後ろ見ろって言われて、みんな寝てんだろって、お前いつまで喋ってんだって。
って言ってたあのカラボッカポーハーって汚い言葉あるのにさ、ジーコがアレシンドにお前黙れってもう毎回言ってんの。アレシンドからしたら悪気はない、ね、悪気はないの全然。ジーコさんに対してのやっぱ敬意とかはありながらもそうなってたってことですよね、ま、そうそうそう、うん、もう楽しくてずーっと喋ってたことが、でもしかも学習能力がそんなないから毎回毎回うるさい怒られても何回でもいい感じ。怒られてもフォワード気質じゃ最高なんですけどね、うん、そう、うん、そうだ、アルシンドさんはすごかった、うん、いろんな意味ですごかった、うん、すごかった。もう破天荒だしさ、だって最高のゴール、はい、そうなんですよ、すごいゴールをホームで決めた次のぐらいのミーティング、全体のミーティングで、うんうんうん、僕と熊谷と橋本と小川雅紀、うん、まあ、若手で早めに行ってたら、アルシンドさん一番最初に入ってきて、うん、いきなり机の上に登り出して、まあ、こっち見てニコッと笑って、うん、机の上に乗ったと思ったら何だと思ったらいきなりストリップですからね、うん、そっからねなんでって思いながら、今からミーティング始まるのになんで脱ぐって思いながらあれは何だったんだろう。そういう感じのなんか多分僕らを和ませようと思って、うんうん、まあ、っていうのもあったんだと思って、和ませるっていうのも絶対あったし、 あんまり深く考えてない考えあの程度が分かんない。いや、カルチャーショックしたよあれは。本当に面白かった、うん、あの当時で縦落ちの縦落ちのフリーキックを蹴れたのは多分 J リーグの中であの人だけだったし、それを見てエドゥが、まあ、僕を手招きして、うん、なぜかエドゥさん、あのジコにも、うん、お兄さんが、うん、アルシンドさんと住んで、僕が近くにたまたまいて、うん、ちょっと来て、うん、蹴ってみろって言われて、うん、蹴れるかと思いながら、そんなの、うん、まあ、なぜかその練習したのを覚えてますね。あ、教えてくれるでしょ、なんか蹴る瞬間に 指をガーッと力入れてとかって、あれみんなに教えてたもん、近くに。あ、そうなんですか。うん、それをやり続けると、するのよ、するぐらい力が必要なの、指の確かに何かね、はい、成功した時はあ本当にちょっと落ちるかもって思う。でもこの蹴り方無理だわみたいな絶対無理だと思いましたよ。無理これ練習してなんか、うん、あのやり方は蹴り方は分かるんですけど、うんうん、これ無理だっていうような蹴り方なんですね。あれブラジル人しかできないんじゃないか。ブラジルでも数人しかできない、しかもボールがまだ昔のボールでしたもんね。あ、なんか今ほどの反発がないと思うんで、うん、いや、アルシンドン、まあ、あとアルシンドンね、アルシンドって言いながらアルシンドンっていうのを作った鹿島のお店もすごいなと思う。ネーミングね、まあ人気者だったからね、アルシンドはね、うん、面白かったですね。面白かった、だってあいつ日本に来たかったよね。たまにアントラーズが優しいからイベントで呼んだりするんだよ、年に、はい、2年に1回とか年に1回とか。そうするともうあの友達なら当たり前って CM のねフレーズ、あのみんなまだ覚えてると思ってずっと言い続けるんだよ誰も覚えてないよ今あれ世代覚えてないのに。何の CM でしたっけ。アデランス。ああそうか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 、そりゃそうか、うん、そりゃそうですね、うん、それでもうさ今もうだって一昨年ぐらいに一回来たかな、コロナ前に一回来た時もうそればっかり連呼してんの、はい、子供たちに向けてみたいなのもある。子供全員もう世代関係なくいや知らねえだろ面白い。あーちょっと久しぶりに会いたいですね。あ、だからまあ子供たちもキョトンとしてんだけど、そのあのキャラクターだからさ、あの振る舞いだからなんかもう盛り上がってるよねそのフレーズ知らないけどなんでこんな繰り返し言ってんだろうって多分思ってると思うやばいっすね、やばい、やっぱりマジでやばい、一流っすね。いや本当、それであのあれだよ当時
結婚してた人ともう離婚して今3人目かなんかじゃなかった、俺と同じ3人目ぐらいじゃなかったっけな。なんかでまたね、いろいろね、今なんか キャリアウーマンかなんかで、はい、すげえ稼いでて、で俺も遊んでんだって言ってる。でもそんなあのプライベートなこと聞いてないからって言ってんだけど、写真とか動画とかいろいろ見せてくるんだよ。面白いな本当。こうだから、まあまあ、日本にもだいぶ感化されたんですか、やっぱ今度そんだけ日本に住みたいってのは。鹿島に住みたいんですか、 どっちかって言ったら鹿島に住みたいんじゃないですか、やっぱり。かもしれないし、その辺は聞いたことないんだけど、やっぱこう日本に来ると歓迎的じゃない、歓迎される、それがやっぱ楽しいし、心地いいんじゃないかなって思うし、なんかこの間のオリンピックの仕事で中田浩二と結構話してて、浩二も鹿島にの上の方に家建てたんですか、浩二と、あと三尾とかも、まあでも今考えると、だからなんかこう住むにはすごいいいとこだなと思いますよね。まあ鹿島はね、そうだね、いいとこだと思う。そうか、アルシンド鹿島家買わないかな。ちょっと遊び行ってみたい。そんなこと言ったら、もう、本当、その気になる。逆に、鹿島のスタッフとかが、いやいや、たまに来るから、多分あいつが毎日いてみろって、多分思ってる。事件ですね、もうね。ジーコがいたら、なんとか、なんとかなるし、こう。ね、暴走しそうになった時、ジーコが一言言えば、まあ、ちょっと落ち着くっていうところがあるから、